有信内駅は、北海道手塩群幌野町和座右京にある、北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W68。電報略号は小野。1977年の有信内駅と、周囲約500メートル範囲。左が、輪っか内方面。国鉄型配線の二面三線。駅舎横の輪っか内側に、貨物積み下ろし場と引き込み線。 駅舎横の名寄寄りと駅裏のストックヤードは共に久しく使用されていない様子。かつては木材が山のように積まれていたこともあった。国土交通省国土画像情報をもとに作成当駅が所在するホロノベ町から対岸の手塩町にかけての地名から。駅名の読みは開業時より小野津プライであるが、地名や公共施設、北海道道,道の路線名における 勇神の愛の読みは、おのぶないである、手塩町一。手塩町川を流れ、当駅の対岸付近で手塩川に合流する、おのぶない川の愛の5名、おぬうんないに由来する。なお、愛の語地名研究家の山田秀蔵はキュートに、おぬふないとあることから、おぬないと略して呼ばれた、と推察しており、1973年に、国鉄北海道総局が発行した、北海道駅名の期限でも、 おぬう,ううんない、ママ、が、おぬぷない、ママ、に点火し、それに漢字を当てた、とする説を採用している。駅所在地のあざ名は現在、遊興となっているが、これは、1959年のあざ名改正で、新しい遊信内をはじめとするノ延町内の、有信内と、通称される地区のあざ名を再編したことによるもので、ノ延町一、手塩町側の、 有な内と混同の恐れがあったことに加え、地理的に今後大しく交流の長があるとして、名付けられたものである、ノ延町一。2019年度に、JR 北海道が、宗谷本線沿線自治体で構成される、宗谷本線活性化推進協議会に対し、当駅を含む29駅を自治体負担で、維持管理、または廃止するかを2020年3月までに、 判断するように求めた新聞4。その後、幌延町では当駅含む対象7駅について検討を進めたが、当駅に関して対岸の手塩町からは誰も利用していないからどうでもいいよ。幌延町に手塩町民を意識する必要はないです。幌延町にといった回答、所在するオス京地区住民からはなんでそんな赤字なんか補填しなきゃならんのだというような意見。 ホロノベ町にがあったとされている。最終的に2020年に、ホロノベ町は当駅を、宗谷本線の歴史を伝える国鉄型木造駅舎の、希少性について高級が必要なこと、ホロノベ町3を理由に、自治体維持管理を要望する駅の一つに加え、ホロノベ町3、翌2021年4月より、ホロノベ町による維持管理に移行される予定である、JR 北一、 新聞3。ただし、当駅は交換機能を有することから、その機能にかかる費用は JR 北海道が負担する意向を示している。朧延町に相対式ホームに面2線を有する地上駅で列車交換可能となっている。互いのホームは、駅舎側ホーム東側と対向側ホーム東側を結んだ、校内踏切で連絡し、駅舎側が下りの1番線、 対向側ホームが上りの2番線となっている。その他1993年3月時点では1番線の輪っかない方から分岐し、駅舎西側に至る行き止まりの側線を一線有していることが確認されている。また、1983年4月時点では副本線一線を2番線の反対側に有していたが、この旧副本線は1993年3月までには、 撤去された。駅舎は校内の南側に位置し、一番線ホーム中央部分に接している。1953年11月に改築された木造駅舎が修復を加えながら継続使用されており、旧事務室部分は無人駅かごも冬季に除雪担当職員の詰め所として利用されている。ホーム側には縦書きの駅名板が掲示されている。 駅舎内のトイレは閉鎖されているが、駅舎とは別棟でプレハブのトイレ棟を有する。駅前駅周辺ホロノベ町によると、1970年時点で、食料品店、鮮魚店、菓子店、日通が営業しており、旅館、豆腐店、料理店、公務店、鉄工所なども存在した時期がある。ホロノベ町4。2017年3月の住民基本台帳月報によると、 当駅前を含むノ延町遊興地区は2世帯6人の居住があるが、ノ延町後ホロノ延町では2017年時点での同駅の紹介で、駅前については、ゴーストタウン、ノ延町6と表現している。1965年7月以前、宗谷本線は、上尾ノップ内駅跡から当駅間にかけ、手塩川右岸の山肌を下平立橋と呼ばれる陸橋で通過していた。 しかし、下平立橋は1961年1月26日に、流れで、すべて落橋、翌1962年には、8月17日に、大雨により、第8橋脚に土砂が押し寄せ節損、桁2連を流出。同年9月30日には地滑りにより、仮橋脚2基、桁2連を流出するなど、度重なる自然災害によって、大きな被害を受けていた。 このため、下平トンネルを含む2 4トルの新線が1963年9月に着工し、1965年7月15日から使用開始された、幌延町後、急線の一部は、その後幌延町、道を今日号線、下平橋として転用され、上尾ノップ内駅跡周辺へにある住居へのアクセス道路として機能しているが、朧延町6、 下平橋の老朽化から2017年現在、代替路線が検討されており、今後橋梁点検の結果から、居住者いても視野に方針を検討していくこととなっている、朴延部町9、ロ延ベ町7、北海道旅客鉄道宗谷本線ぬか南駅、上尾のっ内駅有進内駅、安牛駅南朴延ベ駅打消し線は廃駅。ありがとうございます。